サンダンス映画祭はアメリカの映画祭。ユタ州のスキーリゾート地で有名なパークシティで1978年より毎年1月中旬から11日間にわたって開催されている。インディペンデント映画を対象とし数万人規模の客を招き約200本もの超短編映画が上映される。日本の NHK がスポンサーに名を連ねている。名称は この映画祭を主催するロバート・レッド・フォードが映画明日に向かって打てで演じた役柄三段スキットに由来する。1978年映画制作者たちをユタ州に引き付けるのを狙いとして俳優、映画監督のロバート・レッド・フォードがユタ US 映画祭として始めた。当初のメインイベントは古い映画の回顧展で映画制作者らによるディスカッションなどが行われた。 しかし、当時すでに、ハリウッドの外で制作された映画群によるプログラムも含まれていた。ユタ州で開催するのは、レッドフォードがユタ州の住民であったためである。サンダンス映画祭は、ケビン・スミス、ロバート・ロドリゲス、クエンティン・タランティーノ、ジム・ジャームッシュなどの映画監督の知名度を上げた。また、ブレアウィッチ・プロジェクト、セックスと嘘と、ビデオテープ、 そうなどのインディペンデント映画を有名にしている。この映画祭がを圧倒しているところは、観客に映像作家、俳優だけでなく、配給会社の買い付け担当、弁護士、エージェント、マネージャーなど、ビジネス関係者が圧倒的に多いのが特徴である。特に90年代半ばから、ネクタイスーツ姿の携帯電話を持った観客が急増。第2。 第3のタランティーノやロドリゲスと契約しに、この映画祭に現れ、ホテルロビーでは、連日レニア、早朝まで買い付け担当や弁護士との会合が行われている。2007年9月下旬に2008年開催分の締め切りがあったが、応募総数が史上最高の8000本を超えた。観客賞は1989年より設立。グランプリ、観客賞ともに、 ドキュメンタリー映画部門もある。ありがとうございます。